ってるんだ。今副船長のジューザがこの説明が終わっ、そのうち人彼らには今後安全な航海のための後方支援を担当してもらう予定。そうだ、もう一組は南十字のホッ、また船体の貨物取引もどうだ、あんたならどっち。いや、そうなると南十字の盾は生存知識は先ほど言ったように、まずは銀鏡と海星、それから六隻に聞いてみな。適材適所って言葉があるくらいだ。人にはもし船体の中で一番誇りに思うものは何。さ、行ってこい。終わったらちょっとした問題を出してやる。上はどうなってる。静かな一日だ。こんにちは、旅人さん。もし船員が船酔いや風邪を訴えたり、手足の切断が、はい、北斗姉さんに言われたんですよね。まず新人にとって航海で最も危険なことは何だと。確かにそれらも戦場では厄介な問題ですが、最も危険なものではありません。若く自分には力があると思っている新人の船員は、その多くが怪我や病気の予防をないがしろにしています。そういった方々は最終的にひどい目を見ることになります。物資不足による栄養の偏り、急激な温度変化や厳しい気候による病など、情報の遮断や娯楽不足による心理的な問題も生じるかもしれません。さらに重要なのは、海上では薬や治療法が豊富にあるわけではなく先ほどの話が冗談だと思っていたようですね。しかしあなたにはこれを重要視してほしいのです。私からは以上です。新人でしたら他に聞きたいことはありますか。はい、今日はここまでにしておきましょう。旅人、さっきあなたに加入してもらおうとつい躍起になって困らせてたことに気づかなかった。それならうちに聞いて大正解だよ。自分で言うのもあれだけど、リーユエ港で最も才ある航海士は、じゃあまずは海図を識別する上で大切な点を押し、複雑な数値の記された海図を手にした時、まず海岸の形状、島の位置、水深、水路要素、これらの情報があれば少なくとも安全な航路を導き出せるかどうかの表現の面において、海図に用いられる描画は特殊で、陸地みたいにはっきりとした基準がないの。ただ最新の海図にのみ距離を示す補助線の入った付属図があるんだ。ちなみにうちのおかげで南十字はその最新のやつを使ってるんだよ。それと一部の作図者は特殊な記号を使って表記することがあるの。付属図それだけじゃないよ。破けた海図の仕入れ先はいろいろあるからね。正直うちにとっても挑戦なの。だってどれも長い歴史を持っているからね。でも難しければ難しいほどやりがいを感じるんだ。幸いなことにうちらには北斗姉さんがいる。さすがは姉さんだよね。こんな滅多に市場に出回らないものを手に入れるなんて。あった、ちょっと話が脱線しちゃったね。他に聞きたいことはある。当然のことを下までだよ。姉さんの友達なら。上はどうなってるんだ。今日も静かな一日だ。
やあ旅人、気象観測についてこの俺に聞きに来たのか。俺みたいな仕事だと北斗の姉貴が新人用の訓練を案内してただろ。そしてそれで分かったんだ、姉貴はおそらくお前さんに船員のせなら早速気象観測の大切な点、海の気象とはもっぱら海霧、高潮、海上竜巻などの現象を指す。それらのほとんどは安全な航海に影響を与えるものだ。しかし例えば海上竜巻、これは渦を巻くように風が高速回転。だが海上竜巻は高温多湿で大きな黒雲のある環境下でのみ発生する。それと海上竜巻が発生する前は反対方向に強さの異なる風が吹く。そして最も重要なのが、黒雲の中に小さな白い渦が現れたらすぐ、これが海上竜巻の予兆だ。ここ数年俺はその予兆を一度も見逃したことがない。まあな、海に対する洞察力なら悪くないと自負してる。防除旅館の近くにある小さな漁村を知っているか。姉貴、それから生活のため港へ移り住んだ。まだ小さな子供だったというのに姉貴が俺の肩を叩いて、あんたにもできると言ってくれなかったら今の自分みたいに。お前さんは知らないと思うが、外で流れてる俺の噂は三杯酔いという習文だけだ。酔っ払って海に落ちたり人に馬鹿にされたりで前の船体を首になった出来損ないが、今はだから何か技術を持ってるだけじゃ足りないんだ。他にまた知りたいことがあれば俺のところに来るといい。お、もう終わったのか。もっと時間がかかるかと思ってたが南十字の盾の凄さを思い知っただろう。まず航海はいつも順調に行くわけではない。では航海中に最も危険なことは何だと思う。ん、その答えでいいのか。もう知っていると思うが、航路は海図をもとに決められる。その付属図にはいろんな色の補助線が引かれているんだが、それは何のための補助線。ほう、そう考えるか。長い航海において船体は海上での異常気象を避けなければならない。そのうちの一つが海、そこで問題だ。海上竜巻を避けるにはそれを予想する必要がある。で、よし、私からの問題は以上だ。あんたを優秀だと思うたびに別のことであんたはまた私を驚かしてくれる。私からの3つの問題だが見事全問正解だ。それほど難しいものじゃなかったかもしれないが、さてあんたほどの素質があればそろそろ娯楽科目の勉強に入ってもいいだろう。はは、私らの娯楽科目はどれも本格的なものだぞ。出港から数日は新鮮で浮かれるかもしれないが、何に毎日のように変化のない海や世間から隔離された生活のせいで、だからこそある種のちゃんとした娯楽活動が必要になる。私らの新人訓練にはいろんな娯楽科目を設けてある。おっと、他にもカズハが提案した鹿や風の声を聞き、新人には必ずどれか一つに参加してもらう。後悔をしている時退屈しないためにな。もちろんあんたの趣味が素手で怪獣を倒すことだったら。よし、今日はとりあえず獣座が考えた時間割で授業をさす。確か写真の授業だったな。私についてきな。そこ、早く。仕方ない、みんなもう戻って休んでいいぞ。どうしたんだ獣座。ああ、北斗姉さん、実は写真授業の先生がどうやら体調不良で今日は来れそうにないんだ。そういうことか。運が悪いな。ほう、意外と白色なんだな。それならみんなのために今日は写真の先生になってもらえないか。なるほど、もともと来るはずだった先生も急な連絡だったから
他の授業を準備する余裕。旅人が先生になってくれるんならこちらとしてもありがたい。どうだ、やってくれるか。さすが話がわかる。ジュウさん、みんなを呼んで。了解っす、姉さん。これで全員集まったな。で、なんだ？問題ない。いろいろと準備をしてあるみたいだし、と、誰が希望だ？あ、私か？今日の幸運閣の景色は大したもんだ。記念に写真を撮っておくの。代わりに幸運閣の写真を撮ることにしないか？私は撮らなくてもいいだろう。北斗姉さん、忘れちまったのか？この前次の写真の授業で、初めのうちは風景も新鮮に見えるが、時間が経つにつれて単調になっていく。人物を撮る技術を身につければ。これは北斗姉さんが言ったことだったかと。そんなこと言ってたか。私は記憶にない。そうだ、海星はどうだ。彼女なら見栄えがいいと思うぞ。それから富陽、仙木、古月も悪くないだろう。北斗姉さん、それはないよ。うちはとも。北斗姉さんはうちらの姉さんでしょ。北斗。そうだぞ、旅人を先生に任命したのは姉さんだろう。それに姉さんはまだ写真を撮ったことないだろう。一枚くらいあってもいいは。全員募集の宣伝にも使えるし。あんたらなあ。あんたまでそういうのなら。さて、それでどうしたらいいんだ、旅人先生。こうか。はっ、まさか。写真を撮られたことはないが、これしきのこと。そう、きっと光のせいだ。あんたの見間違いだ。そんなことは言ってない。場所を変えるのか。撮り終わった写真を持って帰ってみんなを指導すると。俺はいいと思うぞ。まあ確かに光の問題はあるかもしれん。まず先にあんたの考えを聞かせてくれ。あ、それと念のために言っておくが、必ずしも同意するわけじゃないからな。防除旅館の近くにある小さな漁村か。地図にも載っていないような小さな村をなぜ知ってるんだ。あそこにはまだ宝があるのか。実はあそこは私が子供の頃に住んでいた場所なんだよ。あんたに言われたからか、なんだか帰ってみたくなってきた。せっかくだ、行ってみないか。この機会に古巣を訪ねるとしよう。昔と比べてかなり廃れたな。かつては十数世帯しかない小さな、そして目立たない村だった。今残っている数軒の廃屋もいつまで持つかわからない。別に驚くような事件が起きたわけじゃない。ただほんの些細な出来事が重なり、私と一緒に村の中を見て回らないか。かつてこの場所は下川と呼ばれていた。なぜならここの人々は最初上川ってところから移住してきたからだ。そしてここには代々受け継がれてきた釣りの技術があった。私もいろいろと学ばせてもらったよ。今ではもう上川はなくなり、下川もだいぶ変わってしまった。ここの名前を覚えている者もほとんどいないだろう。中へ中。掲示板のこの名前ですらもう。あ、確かに私がここに来たのは
まだ 5,6 歳の頃だ。あの頃は帰る家がなく、あちこちさまよっていた。ようやく半分の米まんじゅうにありつけても、飛び出してきた野良犬に奪われただ。あの頃の私にとって、米まんじゅうはそう簡単に手放せるものじゃなくてな。だから私は追いかけ、何人かの漁師が私に気づき、声をかけてくれた。私が止まるのを見ると、その犬も止まった。疲れ果てたのか、それとも、あまりにも飢えていたのか。私が見に行くと、その犬はまだ米まんじゅうを口にくわえていた。あんなに弱ってるって知ってたら、米まんじゅうくらいくれてやったのに。私は汚かったし、犬と食べ物を奪い合ってた。その上犬を追いかけて死なせもしたしな。それでも、運は私に味方してくれた。当時ここの村長が、私を不憫に思い引き取ってくれたんだ。あんた、北斗ってどういう意味か知ってるか？ついてきな。歩きながら話してやる。私がここに来てから、1、2年後の冬、村長が不幸にも、たちの悪い風にかかって、そのままこの世を去った。その頃、村の収穫も落ち込んでいて、取れる魚が日に日に少なくなっていてな。村長がいなくなると、村人たちは仲が悪くなり、誰々が小魚を奪っただの、デマを流すようになった。最終的になぜか私が罪に問われた。最初から引き取るべきじゃなかったと、私の存在こそが不幸をもたらす、だなんて言われてな。私がここに来た初日、犬を死なせた。そしてそれから村長を死なせ、ここ一帯の魚をすべて死なせた。私が村を滅ぼした疫病神ってわけさ。私には理解できなかった。自分は疫病神じゃなく北斗だということを何度も訴えたよ。すると何人かの村人が大声で怒鳴りながら私を村から追い出した。その時、村人たちがこう叫んでいた。なんとは生命の兆し、北斗は死の兆しだってな。それまでは自分の名前が空にあるただの星だってことしか知らなかった。その星が市長生だと知ったのはその後のことだ。着いたぞ。ここがかつて村長の家だったとこだ。自分の引き取った少女が後になって村を滅ぼす疫病神だとみんなに思われるようになるとは。ん？他には？そして稲妻にたどり着くと、あの雷神様も神の心をなくし、規模で言うとあんたの方がすごいみたいだな。あんたの言いたいことは分かってる。その優しさ、ありがたく受け取ろう。そして忘れないでほしい。海を制する者に無能な者などいないと。嵐で倒れる者は弱き鳥だということ。私は北斗。足を取られ歩みを止めたことなど一度たりともない。ところで、あんたはこれからも旅を続けるんだろ。世界は広い。この先もしいつかそんなくだらないことであんたを責める奴がいたら、私も共にそれを受け止めよう。忘れないでくれ。あんたがどこにいようとも南十字の北斗が力になること。疫病神が疫病神を守る？余計不安に感じるが、私は好きだ。あんたみたいな友人がいて、私は運に恵まれてるな。さ、そろそろ本題に入ろうか、写真の先生。時間を無駄にするな。私の気分がいいうちに撮ってくれ。で、どんなポーズを撮ってほしい？じゃあ、こうか？
れたか？おかしくないか？見せてみろ。ああ、当たり前だ。さ、うん、なるほど。先生、南十字のため写真の授業をしてくれて感謝。そして今、船長の名のもとに徴収する。今後新人を採用する際の宣伝のためにな。ということで、この写真は遠慮なくいただくぞ。